きっかけバスというのは、全国47都道府県、南は沖縄、北は北海道まで、全国各地から、47名の、学生を、一つのバスに乗っけてですね、東北、岩手、宮城、福島の、被災3県を、回るというボランティアツアーです。この47名、本当に、北海道から沖縄までいろんな学生が集まって、ものすごいこう生まれた熱量、エネルギーが非常に強かったバスだったと思いました。このエネルギーをですね、やっぱり次に次にとつなげていくことがこのきっかけバスのやっぱり肝だと思っておりますので、やっぱりこれを必ず次にこうつなげなきゃなということをやっぱ改めて思いました。広島県出身の大学は姫大学で、姫県代表で来ました瀬戸彩香です。テレビでは見たことはあったんですけど、人はいないけど自然は生きてるみたい なんかそういうのがすごく虚しいなと思いました。静岡県代表の新田直人です。でそのなぜこの旅に参加してくれましたかというと、その自転車の旅でこの被災3県を訪れて、特に感じたのがこのままではいけないというか、このままさらっと見て終わっていい問題じゃないって率直に感じて、もちろん南三陸の防災対策庁舎とか一町とかも見たんですけど、なんかこのままじゃ絶対いけないと思ってこういうこのプロジェクトして参加したんですけど、それで復興ってなんだっていう問いかけされて誰も答えられないので、それでなんか僕らに見つけた答えが、復興っていうのはもしかしたらその場で出たのは物理的な復興、建物が治ってその元に戻るとか、それは元通り以上になるとか、それか精神的にその一歩前に踏み出せる被災された方がっていうふうに出たんですけど、僕はそうじゃなくて、きっとここに訪れた人たちがこの震災に意味について考えて、で自分で帰った時に避難場所の復興でよかったのかなとか、そういうふうに防災について自分たちで考えて行動を取るのがもしかしたら復興なのかなって思って、だからもしかしたらこの原発問題でも自分の町に原発、僕静岡に在住してて原発あるんですけど、それをどういうふうに防げるか、もう絶対こういうことが起きないように防げるかっていうのを考えることが大事なんじゃないかなと思いました。